こんばんは、速稼塾の久保でございます。今日はですね、株スクールを運営して、もう何ヶ月か経つんですけども、その株スクールのね、運営をされている、週刊中年ジャンプのストーンさんをお招きして、一体今どうなってるんですかと。調子いいみたいじゃないですか。どういうことですかみたいなことをね、根掘り葉掘り聞いていこうかと思うんですよ。ちなみに根掘り葉掘りっていうのはね、根掘りはいいですよ。根っこを掘るわけだから、土を掘るっていう意味でね。葉掘りっていうのは何ですかね？葉っぱをどうやって掘るんですかね？まあ、こんな疑問が湧いてくるのは一体何ででしょうか？で、まだね、放送にはまだ時間がありますけども、こうやってとりあえずテスト撮影も兼ねて、ちょっとした小話をさせていただきました。はい。今日はですね、どういうふうに株の取引を始めればいいのか、そして始めた方がどうなっているのか、この辺を中心にお尋ねしていこうかと思います。週刊中年ジャンプのストーンさん。準備はよろしいでしょうか。ではですね、一旦、ちょっと放送の方を止めさせていただいて、また後ほどお会いしましょう。よろしくお願いします。こんばんは、速稼塾の久保です。改めまして、今日は8月16日、21時からね、ストーンさんをお迎えしての、この株対談ライブということになりますけども、いよいよですよ。いよいよ。私、FX トレーダーの、私とですね、株のトレーダーの、ストーンさん。これがね、一緒にやるというね、私も非常に楽しみだったわけなんですけども、大体投資家さんっていうのはね、一人で黙々とやってるケースが多いんですが、やっぱ時にはね、他の方どうなのかなとか、他のグループどうなのかなって気になるところもあるわけですよ。まあそういうところもあるし、まあストーンさんはね、私が、プロデュースもさせてもらったんで、ぜひね、その進捗を3ヶ月後、半年後、1年後、2年後、3年後、5年後とずっと追っかけていきたいなというところもありますし、ゆくゆくはね、私の今運営している FX オリガルヒっていうのが育っていった暁には、このオリガルヒは FX だけじゃなくて、投資を全般的に扱っていきたいんですよ。私は株は全然ちょっとね、ほとんどやったことがないぐらいなんですけども、でもね、暗号通貨は結構ね、喋れることがありますんで、そういったところも込みで、投資のコミュニティがバチッとできないかなっていうところも遠くに見据えながらの今晩の放送になります。それではですね、ストーンさんをお迎えしようかと思いますけども、ストーンさん、いかがでしょうか？あ、はい、こんにちは。すいません。今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。全国的に強い雨が降る地区があるみたいですけども、そちらいかがですか？おとといがひどかったですね。ああ、やっぱり。かなりもう車がきれいになっちゃうぐらいの雨でしたね。あ じゃあ、結構激しい強さ の雨激が。しい、そうですね。あ、なるほどね。あとやっぱ社会情勢的にね、不安はどんどん増すばかりで、本当にね、山を越えることがないなって気もするんですけども、ストーンさんは最近の世界情勢、そして日本の景気など、どういうふうにお考えです？そうですね。ニュースなんか聞いてると、ちょっと暗いイメージというか、暗いニュースばっかりですよね。食料危機が来るとかね、なんか備蓄をしなきゃいけないとか、そういうちょっと、本当かっていうぐらいのね、ことが言われてますが、まあ、今までここ2、3年の振り返ると、ちょっとね、本当かっていうのが本当にあったんで、まあ、ちょっとね、なんとも言えない、そんなことないよとは言えない感じはしますね、なんとなく。やっぱりね、なんかね、私はね、10代の頃に、自分は中年になっても太らないと思ってたんですけども、太っちゃいました。そうですそれと同じぐらい、食料の備蓄はいるんじゃないかなというところもあるし、あとまあ無理にね、買い込む必要はないんですけども、私たちは阪神淡路大震災とかね、東日本大震災とかっていうのをやっぱ経験しているわけなんですよ。あの時に水や食料は電気がなくて困ったっていうのは、本当全国的に起きちゃいましたから、そうなるとですね、じゃあ地震大国日本で、もう私たちが生きてる間に、あの規模の地震がほとんど考えられるのか、ないのかって言ったら、結構、首都直下型地震とか南海トラフとか、私たち生きてる間に必ずあるような、なんかね、情報も出てきて、実際そんな気もするんでね、やっぱり絵空事じゃなくって、別に宇宙人が攻めてくるって話じゃないんで、結構ありそうだなと思うんで、多少はね、家族のためにお水や保存食、こういったものにもちょっと興味を出していきたいなっていうことと、あと肝心なのが、収入源ですよね。そうですね。そこが一番肝心ですね。だから、会社にお勤めの方っていうのは、会社の出勤がなくなると、人によってはその日から収入が途絶える。まあ、
一定の社員契約をされている方は、一定期間は補助されると思いますけども、でも会社そのものがなくなってしまったりとか、それから財務的に厳しくなると、当然、もう分け前っていうのはなくなってきますんで、やっぱり自分の収入考えていかないといけないなっていうのは、本当私たちがね、中学や高校の頃は、サラリーマンになれば安泰と思ってたんですけども、実際サラリーマンになってみたら、いやいや、ちょっと待ってよ、約束が違うぞみたいなことが結構出てきてね。で、ストーンさんは、その中でも、やっぱりこう、大忙しい時間の中でね、株のスキルを手に入れて今に至ると思いますけども、ぶっちゃけ今は株スクールどんな感じです？調子いいみたいですけども。そうですね。2月から始めさせていただいて、で、最初はですね、本当に手探りだったんですね。僕自体もその、どういうふうにこう、組み立てていけばいいかなっていうふうに、ちょっと模索してたんですが、まあ、最近ではもう、ある程度このカリキュラムっていうか、このコンテンツのもこうまとまってきましてですね、はい、もう、まっさらからの方、本当の初心者の方から、まあ、少しやったことあるよって方、どんな方が来られてもですね、対応できるようになっておりますね。じゃあもうすっかり整って、もう今はなんか以前以上にその自信もあるし、随分とこう、翼も広げて抱えられる人も増えたかなっていうところですかね。そうですね。もう何人かは全然大丈夫ですね。はい。いや、素晴らしいと思います。やっぱりね、この辺はね、ストーンさんが、その、会社員、サラリーマンをやってるっていうところも、組織運営の中で生きてるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱこう、サラリーマンとして、新入社員の頃から会社でいろいろね、培った人間関係や上司部下の関係っていうの、いわゆる小さなチームをまとめる力っていうのが、なんかこういう時に結構生きてきたりとか、逆に今運営する株スクールのことが、なんか会社に生きたりとか、そういった面でもなんかいい効果って、ストーンさん自身が感じられるんじゃないですか？そうですね。その逆というかですね、まあそうですね。今まで、まあ会社に育てていただいてですね、まあその知識もいろいろ、潜在的にというか、まあね、その積み重なったものがあると思うんですけども、うん、今はやっぱりその逆にその今自分でこうやってるものが割と活かされてる方が、なんかこう、あるなっていうのがちょっと最近は感じております。はい。はい、ということはやっぱりこう、サラリーマンでも、小さな副業とか小さなコミュニティを運営する、もしくはそこに所属するっていうのは思った以上の力になるから、ちょっとこれはみんなどっかに入った方がいいよっていうふうなおすすめする気持ちってのもあったりするんじゃないですか今。そうですね。やっぱり仕事以外にっていうかね、そういうのもかなりやっぱ見え方も変わってきますんで、物の見方も変わってきますんで、とってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。違うこのコミュニティに入ってみるっていうのはね、すごく勉強になるというかね、成長するんじゃないかなっていうふうに僕自身は思ってます。はい。はい。なんかよくサラリーマンの方がね、定年退職されたら、急に自分の居場所がなくなって、で、家に帰って、まあ、奥さんと仲良くしようかなと思ったら、なんか熟年離婚だみたいなね、笑えないネタがあったりするんですけども、まあでも自分のコミュニティがあったりとか、まあビジネスじゃなくても、趣味で繋がってる人がいたりとかすると、これはなんかね、人生の大きな励みになるのかなと。思うんですよね。やっぱそういう意味でも、ビジネスとは言わないんだけども、いろんなコミュニティを自分でこうね、探していくっていうのは、私もおすすめですね。はい。ということでね、今日はね、ストーンさんとお話しさせてもらうときに、今日初めてこの動画をご覧になる方もいらっしゃると思いますので、改めましてね、ストーンさんの自己紹介から始めさせてもらいたいと思いますけども、いかがでしょうか？はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、ちょっと自己紹介させていただきますと、私は神奈川県の相模原に住む、相模原市ってところに住んでまして、今49歳ですね。です。はい。で、まあ、家族がおりまして、まあ、妻と子供が一人ですね、います。はい。で、まあ、ちょっと田舎の方なんで、自然も豊かでですね、とてもいいところですね。もうちょっと自然の豊かなところに行こうかな、なんていうふうにも思っているんですけども、まあ、ちょっとね、コミュニティも育てつつですね、やっていきたいなと思っております。はい。はい。ということでね、ストーンさんはなんとね、私も49で同い年ということになっております。そして家族構成もなんと同じというね。あ、そうですね。同じです。さらにね、さらに私は FX の方なんですけども、もう6年目に入ったんですけども、多分キャリアも株の方は今みたいな形になって、ね、ストーンさんも5、6年だったですかね。そうですね。僕、7年目ですね。だから丸6年っていう感じですかね。うん、はい。まあこんな感じでね、まあ私も、当時は、昔はサラリーマンをやってまして、40代になってからはちょっとサラリーマンはやってないんですけども、まあ会社の形態ってのにすごく馴染んできた
わけですし、で、そういった、いわゆるね、会社っていうのを目指して、進学もしてきたんで、まあ、会社のありがたみってすごく私も実感するんですよ。で、今会社を離れて、一人で、やっぱ、ビジネスをしてますけども、やっぱりね、会社で関わる人って、様々な能力を持ってる方、そういった方がいるんで、やっぱりあながちね、舐めたもんじゃないな、と、私は思うんですよね。まあ、その中で、やっぱりこう、ストーンさんも、その、一人のサラリーマンとして、客観的には見えるかもしれませんけども、なんと、秘められた力がね、あるということで、今日、ストーンさんの、この姿を見れる方は結構ラッキーですよ。ということで、ちょっとね、だいぶハードルを上げて持ち上げちゃったわけですけども。前回でしたよね。はい。5月ぐらいに、こうやってズーム対談をさせていただいて、あれからだから3ヶ月経っちゃったわけなんですけども、そうですね。ちょっとその後の進捗、こちらの方をちょっと軽くまとめていただければと思いますけども、どうでしょうか。はい。そうですね。進捗はですね、まあ、前回、ちょうど5月の末でしたよね。で、やらせていただいてから、どんどんコンテンツも増えましてですね、まあ、まあ、講義というか、そういうのもやらせていただいているんですが、まあ、今ですね、思ってるのが気がついたというかですね、感じているのが、まあ、こう、知識っていうのは、こう、動画とかでも、こう、お伝えすることができますし、で、僕が言わなくても、その、本屋さんとか、まあ、本屋さんってあんまり言わないですかね、ネットでもいろいろ拾えるわけですよね。で、いろんな塾もありますし、あるんですけども、やっぱり皆さんね、本当勉強熱心で、知識はすごく、正しい知識をお持ちなんですね。ただ、やっぱり、それを、自分の技術としても、で、その知識を技として繰り出すときにどうすればいいのかっていうのが、やっぱりできないと、お金にはやっぱりなってこないっていうのが、まあ、本当のところなのかなっていうのが、ありましてですね、知識はまあ、こう、言うのはまあね、普通のことを言うんですけども、やっぱりそれを形にしていくっていうのを、どうやっていくか、ね、どうやっていくかっても分かってるんですけど、それを続けていけるようにですね、ちょっと工夫していきたいなというふうに思っております。はい。では今後の展開も結構こう準備しながら、お楽しみ箱をいっぱい持ってるってことですね。はい。はい。いやー、これはいいじゃないですか。なんかね、私もこうやってね、ストーンさんの株スクール、このコミュニティがスタートして、やっぱすごく頼もしく思うんですよね。やっぱこう、ストーンさんご自身が一人で培った株の知識が他の方に必要とされてるってところね。なんか私も FX のコミュニティをやっていて、本当になんかこう、隣のクラスで頑張ってる人、先生みたいな感じでね。すごくなんか以前にも増して親近感を覚えるというか、以前はね、冗談みたいなやりとり結構させてもらったんですけども、今本当に肩を並べて、なんか、あ、投資のコミュニティやってるなーって気持ちですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、ストーンさんの株スクールでは実際どのようなことをやってるのかなってことが気になるんですけども、はい、無料動画でね、鉄鋼三社みたいな、そういったサムネイルが出ると、お、なんかこれ見たいなってやっぱ思うんですよ。なんかチョイスした大手の会社が3つにまとまってると、あ、なんかこれはいい、なんかまとまり方してんじゃないかなと思って、私もついついね、見てしまうんですけども、ああいった動画も、多分たくさん出されてると思いますけども、実際今どんな感じでやられてるのかちょっと教えてもらえますか？はい。そうですね。先生おっしゃったように、YouTube も今やってます。まあ、相場解説みたいなね、ことをやってまして、それとは別にですね、まあ、講義の動画というか、まあ、基礎の部分だとか、実際のトレーニング方法はこうやった方がいいんじゃないですかとかですね。そういった形の、まあ、動画で、お出しするものと、あとは、その、問題的なものもちょっと、メールでやり取りをしてですね、うん、動画でお送りしたりとかっていうことも、個別にやらせていただいております。うん、はい、うん。あとはですね、まあ、週1回にこの、ズームでの、この、まあ、ミーティングっていうか、うん、まあ、勉強会っていうかね、ちょっと今週こんなことがありましたとかね、そんなようなお話をする時間、まあ大体1、2時間、土曜日やってるんですけども、1、2時間ですね、そんなのもやってます。で、あとですね、最近まあ個別のそのセミナーというか、そういうのもやっておりまして、こうみんな集めてっていうよりも、やっぱり個別の、まあ今このくらいのところにいるんだけどっていう方は、じゃあこのくらいの部分のセミナーをしようということで、そういうことをちょっと細かくやらせていただいてますね。はい。あ、じゃあ、お一人お一人の進捗とか、熟練度とか、あとはまあ、余剰時間といいますか、余剰資金とか、そういうのに合わせて細かいサポートできてるよってことですかね。そうですね。まだ会員の方は人数が少ないんで、うん、まあ、そういうことを十分やれるような体制ではありますね。
いやここですよね。やっぱりこのコミュニティを運営するときに人数が少ないとがっかりしちゃう方がいるんですけども、少ないからこそ細かくできますから、やっぱ講師としての腕の見せ所だったり、それから生徒さんとの、ね、信頼関係本当に強く作れるのはここなんですよね。で、コミュニティの人数が例えば100人になったらもうすでにできませんからね、この細かいサポートって。そうですね。うん、ですんで、私は思うんですけども、コミュニティの参加人数が多いところは、やっぱり指導が手薄になるから、いまいち私は効果が出にくいんじゃないかなといつも思ってるんですよ。もちろん全員同時に抱えていけるような講師の方っていると思いますから、それはすごいなと思いますけども、まあなかなかそういうところはね、価格も強めになってくるのかなというところで、まあ、やっぱいいものはより高くなるのかなってところですけども、でも私が思うのはストーンさんは実際にサラリーマンをやっていて、その中で自分の株の時間も取っている。で、株を指導する時間も、やっぱりその中でより分けて、家族に送られない程度にね、やっぱやってるっていうのが、すごく身近で、多くの方に受けてるところなんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ同じ立場でやってくださるっていうのが、私は本当に学びやすい、事情が分かってくれるっていうかね。やっぱこう、一週間ごとに勉強会もすると思いますけども、忙しくてできませんでしたっていう言い訳を聞けるじゃないですか、やっぱりそこは。そうですよね。確かに忙しいよね、みたいなね。そうですね。でスパルタ塾だったら何言ってんだとかになってね、だんだんなんか億劫になって足が遠のいちゃうんですけども。まあですんで、本当に。質問なんかも自由にメールで投げかけていただくような形にしてますんで、以前は最初始めた頃はですね、どんどん僕の方からこう、なんかこう問題だとかそういうものをどんどん送りつけてたんですけども、やっぱりそれぞれのこのペースもありますよね。あるし、やっぱり理解を してないといけないなと思いましたんで、よくやっていただやり込んでいただいて、こう、ご質問いただくと、やっぱりこう、話が弾むっていうか、弾むっていうのもおかしいですね。話がこうね、噛み合ってくるっていうか、こうよりこう、濃くなっていくんで、まあ、そういう方がいいかなっていうふうに、思います。まあ、質問とかね、そういうのをどんどんいただくようにはしておりますんで、はい。まあ、結構近いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。いや、本当に安心して学べるとこだと思いますね。私もね、本当に自信を持って、誇りを持って、ストーンさんの株スクール、多くの方にね、これからも進めていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。でもね、中にはね、多くの方かもしれませんけども、株式投資、ちょっとわかんないよ。株で損するってよく聞くじゃないですか。怖いですよ。とかいうね。これ多分、実際にやってみてっていうよりも、漠然とした不安があると思うんですよ。多くの方には。だからこそ手を出しにくいし、それから投資って学ぶ機会がないまま30代や40代になっちゃうんで、今更なーっていうところもね、実際あると思うんですよ。で、特に投資ってのは、どうなるかわかんないけども、労働は確実にお金になるわけじゃないですか。そうなると、労働を大切にする気持ちからはなかなか離れられないのが、私たち世代の、本当にね、共通する思いだと思うんですよ。まあその中でストーンさんはね、投資の世界にその一歩二歩と踏み出してるわけなんですけども、こういった株っていうのは怖いよとか、ちょっとなんか漠然とした不安があるよっていうのは実際どうなんでしょうか？株っていうのは、やっぱこう、きちんと学んでいけば、こんな言い方おかしいですけども、そういった不安も、こう、なんですかね、振りほどきながら、儲かっていくもんなんですかね。そうですね。もう答え言うと儲かるんですけど、やっぱりその、皆さん、大体株とか、まあ、FX もそうだと思うんですけど、9割の人は負けてる、まあ、もっと、実際もっと負けてると思うんですけど、って言うじゃないですか。まあ、実際そうだと思うんですよね。僕もなかなか勝てなかったんですけど、やっぱりね、それは、大抵の方が、その、やっぱさっき言ったみたいに知識はあってですね、で、早く稼ごうとしちゃうんで、僕もそうだったんで、早く簡単に稼ごうとしちゃうんで、やっぱり、ダメなんだなっていうところですね。で、なんでダメになっちゃうかっていうと、お金が減ってくんで、続けることができなくなってくるんですよね。お金がもう蛇口ひねると出てくるっていう家だったらいいんですけど、そこがね、一番のポイントだと思うんですよ。普通の、そうじゃないスポーツとかだったら、大怪我とかしない限りは、ちょっと失敗しても別にね、首とかならないわけじゃないですか。できるんですけど、やっぱりこの株とか FX、トレードに関しては、投資に関しては、お金を扱うんで、やっぱりそれがなくなっていくっていうことが、まあ精神的にもそうですし、もう、まあ物理的にももうお金がなくなっちゃってできなくなっちゃうんで、そこだと思うんですよね。で、続けられなくて、結局技量も上がらず、退場していくっていう流れだと思うんですよね。だからそこをやっぱり、せっかく来ていただいた方は、どんどんやりましょうじゃなくて、まあ、多少はやっぱり時間かかりますよということをちゃんと言ってですね、
まあ、最近ね、よく芸能界も投資詐欺とかありますけど、じゃなくて、儲かりますよ、久保さん、みたいな。やりましょうよ、みたいな。こんなんじゃなくてですね、やっぱちゃんとこう、やりたいっていう人には、やっぱその辺をまずちゃんと教えてあげてですね、こういう理屈でこうなってるんですよって、で、現状そうじゃないですかってことを見ていただいてからやっていただければですね、まあ、人それぞれいつ儲かり始めるかっていうのはあると思うんですけど、そういうのを考えていくと、やっぱり一番早いんじゃないかなと思うんですよね。いきなりこう、ドンじゃなくて、ドンで一か八かでもいいのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、それだと、本当に一か八かになっちゃうんで、その辺なのかなと思いますね。だから、結論から言うと儲かるんですけどね。やっぱそういう、プロセスをこう踏んでいかないと、やっぱり、投資なんで損をしますということでしょうかね。まあ、本当おっしゃる通りなんですよね。でもやっぱりこう、投資を始めて、いつ儲かるのかわからない、その不安の中で、まあ、その人なりにコツコツやっていく中で、やっぱ儲からないじゃないかなって焦りもあるし、まあ、例えばトレードをね、指導されていても、じゃあそういうんじゃなくてもっとね、魔法のように儲かる方法、法則がないんですかみたいなことが、やっぱ出ちゃうんですよね。で、私もね、本当に今、その FX オリガルヒって中で、毎日のその相場解説とか実際に私がトレードしているところの一部をずっとお見せするんですけども、やっぱりね、私が肝心なのは、私でも悩み苦しんでエントリーできない、本当に値動きのないところっていうのは手も足も出ないんですよ。その中でもテクニカルを探そうと思って時間軸ずらしてみたりとか、別のところからいろんな形を吹っかけてみて、で、試したけどダメだったっていうのはね、本当になんか今でも繰り返してるんですよね。で、そういったもう傷だらけになって野垂れしまってるところも見ていただいて、でも結局は利幅の方が取れてるから生き残っていけるし、いけるときに追撃、追撃、追撃って感じでね、結構そういうときはがめつく行って、で、動きのないときは徹底して見てるだけみたいなね。ほんと見てるだけのときって申し訳ないぐらい退屈なんで、でも実際そうですもんね。無理してエントリーしても傷口広げるんで、それが退場のきっかけになったら本当にね、一番良くないんで、まずは、エントリーしないこととか別に恥でもないですし、無理してポジション取るのがかっこいいわけでもなんでもないんで、とりあえずは投資の世界に生き残ること。生き残ればずっと投資にトライできるから、結局、勝ちっていうところまでたどり着くんですけども、お金がなかったらそもそもね、精神的にも凹むし、家族には怒られるし、もうやってらんなくなっちゃうんですよね。で、挙句にはね、儲かりますよみたいなのに、30万とか50万入れちゃうというね。で、芸能界の投資詐欺になっちゃうわけですよね。やっぱりこう、這い上がる根性はいるのかなと思いますし、私なりにこうまとめてるのはね、3つぐらいのフェーズがあって、やっぱり、専門的な基礎用語はそんな無限にないんで、一旦は全部押さえておいた方がいいかなと。暗記するだけなんで。もしくは、なんかちょっとね、イメージが湧くぐらいまで、ちょっと、読み込んでおくとかね。で、ベストは、人に説明できるレベルで理解した方がいいかなと。基礎用語。これはもう、サラリーマンの方だったら、仕事のことを覚えるの得意なはずなんで、そんな苦痛ではないと思うんですけどね。で、二つ目はやっぱりこう、いろんな、私でしたらね、テクニカル理論っていうのがあるんですけども、テクニカルをデモトレードで、本当繰り返しひたむきにやってみるところで、勝率が上がってきたら、実際に第三段階目、実際にお金を入れてみるっていうので、いいのかなと思うんで、だから最初ね、じゃあ投資を始めましょう、FX を始めましょうって言っても、最初はパソコンもいらないし、チャートも開かないし、ただなんか単語帳にもボールペンで書くだけみたいなところからスタートして、トイレに紙貼ってね、覚えたりとかっていうのからの方が本当に最短距離なんじゃないかなと思うんですけどもね。スポンサーの方でも専門用語とかはやっぱりこう、やっぱ暗記するものは暗記しとこうよみたいな呼びかけとかされてますか？そうですね。徹底してこれを覚えてくださいっていうのは言ってないんですけど、まあ本来はね、そういう風にした方が、戦争したるようにやった方がですね、みんなこう、ベースの部分は全部押さえてから、じゃあ次行きましょうかっていうね、と方がいいと思うんですけどね。こうちょっと今並行してやってます。ただその、いきなりトレードっていうことは考えずに、ちょっとね、こう、どういうこう構造でこういう風に動いてるのかとか、そういったところを、本当にやっぱり分かるまでにね、やっぱり時間かかるんですよね。1ヶ月、2ヶ月だとなかなか、それはね、絶対って言っちゃうんですけど、無理だと思うんですよね。わかんないと思うんで、やっぱりそこわかるまでに行くには、やっぱり、まあ、同じことを繰り返しやることと、あと、もうちょっとね、ちょっとお金を入れてみて、あ、試してみて、あ、やっぱダメだったとか、あ、これでよかったんだっていうのを確認しながら、ちょっとこう踏みしめながら行くっていうような感じなのかなというところですね。それと今、戦争しちゃった、その会社と違うっていうのは、
あれですね、サラリーマンとその投資の違いっていうのは、その休まないといけないっていうかね、休んでるのも仕事なんだよっていうね、休んでないんですけど、ずっと監視をしてないといけないんですけど、お金を張ってることがこうね、仕事みたいになっちゃうと、それはもうすぐ負けちゃうっていうかね、すぐお金なくなっちゃいますからね。やっぱそこの、ちょっとマインドのこの考え方の変えが僕もね、なかなかできなかったですよね。負けたらもう、じゃあちょっと倍行ってみようかとかね、もっとやってみようとかってなっちゃうんですけどね。やっぱりこう、冷静にこう、まだだなというところを抑えておけるようになるには、やっぱ少しやっぱ時間はかかるのかなっていうところですね。人それぞれですけどね。はい。そういったところでしょうかね。うん。もうね、まさにね、その、投資を自分のものにしようと思ったら、まあ時間がかかるのは投資に限らずなんですけども、じゃあその時間をなるべくこう最短距離にしたいじゃないですか。その時にやっぱり恥ずかしくないわけなんですよ。その自分の不得意分野が人にバレることは。逆にそれがものすごく最短距離になるんで、このストーンさんの株スクールではね、自分の苦手なところが本当分かりやすいようにストーンさんに腹を割って話されると、ここから行きましょうみたいな感じで、本当の意味でね、最短距離を示してくれるのかなと。でも最短距離でも苦手の克服ってやっぱりね、自分との戦いですから、結局手伝ってあげられないですからね、そこはね。教えてあげることができても実際にそこを克服する階段を登っていくのはあなたの足ですよってことになるんで、うわ、上と思われちゃうかもしれないけども、もうしょうがないですよね、そこはね。そうなんですよね。だからね、僕もこういうスクールっていうかね、あれなんですけど、よくリラクゼーションセンターってあるじゃないですか、こう、揉んでくれるとことか。はい、はい。ああいうとことは違うんですよっていう話をちょっと、今後していこうかなと思うんですけど、やっぱりこう、お金払ってですね、寝てるだけで起きたらなんか、なんか体楽になったみたいな、そういうんじゃないですよっていうことなんですね。やっぱりトレーニングジムみたいなもんで、来たらやっぱりいきなり腕立て100回やって、でその後はなんかこう、走り込んだりとかっていう、その繰り返しじゃないですか、やっぱり。強くなっても多分同じだと思うんですよね、それは。きっと。それやんなきゃいけないことはやんなきゃいけないんで、多分あると思うんで、まあ、その繰り返しをこう、いかにこう、このグループに入っていただいた人にこう、やっていただけるってやっていても、それもおかしい。やれるようなモチベーション、仲間がいるからやってこうでもいいと思うんですよね。そういう感じになっていただければいいかなと思うんですね。はい。まさにそうですね。やっぱりこう、実際にトレードして、利益を出してる人っていうのは、いつも楽勝でやってるわけじゃなくて、むしろ、本当に誰よりも悩み苦しんで、越えられない壁に気づいて、で、戦っちゃいけないところを、うまく避けてね、やってると思うんですよ。まあ、特に、ストーンさんもそうだと思いますし、私もそうなんですけども、人にトレードを見せる瞬間があるっていうのは、かっこいいとこばっかりじゃないですからね。のた打ち回ってる姿を見して、だから、まだね、勉強中の皆さんはもっとやらないとダメですよっていうふうなことに変えていかないといけないんで、私も勝ってるとこばっかり見したいですけどもね、実際に、おお、なんかポジション持つところがないじゃないか、みたいな話をしないといけないんで、でもそれが現実なんでね、本当なんか、どんな相場でも勝つみたいなセールスは本当に騙されないでください、皆さん。そんなわけないですからね、動いてないチャートで利益の出しようはないですから。まあそこはね、多分株と FX は共通するところですよね。距離がないところに利益は生まれませんので。手数料もあるからエントリーしたらマイナスになりますからね、まずは。はい。まあでもその辺はね、株と FX の違いってのは結構あると思いますけども、今日は株の話なんでね、私の話はちょっと控えめにしていこうかと思います。ところでね、その株の投資をするときに、はい。私もちょっと思うんですけども、金融の情報とか社会情勢などが必要なんじゃないかなと、景気が悪くなるから、例えば、鉄鋼の、まあ、JFE だったら、取引先がちょっとね、焦げついてるから、もしかしたら足引っ張られてどうにかなるんじゃないかな、みたいな。むちゃくちゃたくさんの情報を知らないと、とんでもない落とし穴にはまるんじゃないかな、っていう不安もあったりするんですけども、こういった社会情勢など全くわからない方、こういった方っていうのは投資しない方がいいんでしょうか？そうですね。投資って言ってもいろいろあると思いますけども、僕がやってるその、スイングトレードっていうのはトレードですね。まあ一週間、数日から一週間の間に決済したトレードなんですけども、こういうものについては、知らなくてもできるんですね。まあ、比較的短期なんで、そんな3ヶ月後どうなってるかとか、半年後どうなってるか、10年後どうなってるか、そういうのじゃないんで、やっぱり勢いがこうね、チャートを見て判断するっていう、まあ、これがもう 9割以上ですね、チャートのこの画面を見て判断するっていうことが。なので、そのニュースだとか、鉄鋼がちょっと今、冷めてますとか、そういった情報でトレードをするってことはほとんどないんですね。稀にもう、
明日決算だからとかっていう時はやらなかったりって、そういう決めはあるんですけれども、うん、そのニュースによって、ちょっとどうしようかとか、そういうことはあんまり考えないように、考えなくても大丈夫ですね。なので、まあ、そういうことは知らなくてもいいというか、逆に知らない方がですね、先入観なくチャートが見れるんで、うん、じゃないかなっていうふうに思ってますね。うん。うん。やっぱりね、ニュースなんか見てると、僕なんかも思うんですけど、日経のニュースとかね、ありますよね。今日の平均が、なんか、すごく下げましたね。800いくら下げましたね。これはアメリカの大統領の何とかがどうしてこうして、こうなったんで、売りが強まった、強まりましたとか言ってるんですけど、その、売った人全員に聞いてるわけじゃないですよね、それってね。ただ、結果そうなったっていうだけなんで。だから、それは誰にもわかんないことなんですよね。だって、それわかってんだったら、その前の日にニュース出してくれよって感じなんですよ。で、それ分かんないものをニュースでやってるってことは、やっぱり何らかのこの誘導があるわけなんですよね。うん、少なからず。それ全部とは言いませんけど、やっぱりその鉄鋼がどうとか、石油がどうっていうのも、やっぱりこう、思惑があってニュースっていうのはあるっていうふうに僕は見てるんで、うん、あんまりそれに引っ張られちゃうと、チャートが信じられなくなっちゃうっていうか、うん、もう本当はチャートは上げって言ってるのに、そういうニュースが来たから、いや、手放しちゃおうとかね、なっちゃうと、やっぱりこれ本末転倒になるんで、この今のご質問の答えは、やっぱり、知らなくてもできます。知らない方がいいんじゃないかなっていうぐらいですね、全く知らないってもあれですけど、まあ、ニュースは見た方がいいと思うんですが、うん、それはやっぱりそういうバランスを持って見れるようになってからでいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、ということは、世の中に溢れている情報を取りまくって、それで、株式投資に臨むよりも、まあ、軽く知っといた方がいいんだけども、でもメインは、チャートを見て判断する、そこの中の情報の方が、短期とか中期では当てになるよっていうふうに、軽く考えておけばいいんですかね。はい、そういうことですね。うん。その辺はね、FX でも、ファンダメンタルズっていう考え方があるんですけども、私もね、ファンダメンタルズは、探り出したらキリがないんで、しかも、因果関係って証明不能なんですよね。ほとんど後付けで、多分そうなのかもしれないけども、因果関係付けってのはやっぱり誰もできていないんで、まさにね、前日に言ってくれよってことばっかりなんです。そうですね。私は分かってましたみたいな解説とかね、ありますけどね。ありますよね。アナリストがなんで毎日そんな必死こいて働いてんだよと思っちゃう、逆に。そうですよね。はい。ありがとうございます。じゃあ次の質問なんですけども、株トレードという仕事と、家族との関係ですよね。これは私も気になるんですけども、どういうふうにお考えでされてます？そうですね。僕、これトレードっていうのに知り合ったのが、まあ、6年ぐらい前なんですけども、うん、その頃はですね、やっぱ株とか FX って当時も、ちょっと僕の情報があんまりなかったんで、うん、いや、ちょっとうさんくさい、怪しいね、それっていうね、うん、ことだったんですが、よくよくやっぱりこう勉強してみると、そうじゃなくて、やっぱりこう仕事っていうかね、なんか副業とかいろいろありますよね。そういう仕事とは違う、全く違う、お金の稼ぎ方というかね、増やし方っていうか、なんだなっていうのが分かってきたんですね。これはやっぱり、仕事だと、まあ一般的な仕事だと、やっぱり、自分が行って何とかするとか、電話しなきゃいけないとか、相手がいてお金がいただけるってことがほとんどじゃないですか。だから仕事っていうのはやっぱりこう、時間とのこう、交換みたいな感じですね。はい。自分が動いて交換するみたいな。だから僕一人で動いても大したことないんですよね。本当に一人の力は大したことない。でもこのトレードの場合っていうのは、そのお金がどんどん増えてくると、それがやっぱりこう、もう力を出してくれるんで、で、自分は何してるかというと、パソコンに向かってるだけなんでね、で、しかもずっといるわけじゃないんで、まあ、勉強しなきゃダメですけどね、それ以外のところはもう自分では動かせないですしね、それを読んでいくっていうことが形なんですけども、だから時間が取れるっていうのは非常にいいなっていうのと、あと今僕子供にもちょっとね、教えてるんですよ。なので、やっぱりね、その、家族で、お父さん何？スマホで繋ぎ直しました。あ、パソコンダメですね。そうですね、なんかわかりません。すいません。中断させてしまいまして。はい。はい。はい。ここからすいません。はい、改めて、皆さんもおとどまりいただきましてありがとうございます。ストーンさんもすいません。よろしくお願いします。はい。で、株トレードの話ですけども、株トレードと家族の関係ですけども、はい、実際にお子さんに教えてらっしゃる中でね、お父さんいつも閉じこもって何やってんだっていうような雰囲気から、いや今ね、株ってのこういうふうにやってんだよみたいに、お話しされたと思いますけども、そのあたりからすいません、再開お願いします。はい、そうですね。そうなんですよ。一人でまあ、最初はっていうかね、ずっと一人なんですけど、一人でやってたんですが、
まあ、子供がですね、小学校入る前にちょっと始めてですね、まあ、その頃は子供もパソコンなんて分かんないんで、4年生ぐらいの時からですね、ちょっとパソコンに興味が出てきて、まあ、それで何やってんのって話になってですね、で、まあ、チャートのソフトもこうインストールして、で、僕のパソコンを上げてですね、で、今もやってますね。やってるってトレードはしてないんですけど、こういうふうに動くんだよ、みたいな話をしてますね。なので、非常にこう、まあね、妻とはそういう話しないんですけど、子供とはやっぱりそういうコミュニケーションも取れるのでね、いいかなと。で、何しろその、これ教えておくとですね、教えてこう、ちゃんとできるようになってくれると、やっぱ自分でもできるんでね、それがやっぱりいいかなと思うんですよね。趣味でもいいと思うんですけどね、野球を教えてあげるっていうのも非常に大事なことなんですけど、まあ、それとは別に、それとは別というか、それに加えてですね、やっぱりこう、自活ができるというか、技が自分でね、持ってるわけですから、そこは強いかなっていうふうに思っております。だこのままちょっと続けてくれるといいなと思ってますね。はい。ね、私もね、自分の子供に FX はやっぱり教えていきたいなと思うんですよね。で、考えてみたら、進学とか就職とかっていうのは、まあ、お金を稼ぐためっていうところと、あとは自分の社会参画の意味でっていうところがあると思いますけども、特にお金を稼ぐっていうところに関しましては、投資を身につけたらもう心配しなくていいんで、例えば出世競争が嫌だったら出世競争参加しなくてもいいし、まあ、なんか自分のね、本当にやりたい仕事、収入じゃなくって初任給じゃなくって本当にやりたい仕事を選べるようになるのかなっていう期待を持ってるんですよ。ただしあんまりそれをね、子供に追っかぶせすぎると負担になっちゃうかもしれないんで、まさにね、趣味ぐらいでもちょっとかじったぐらいでもやってもいいかなっていうところがあるんですよね。本当プロになってやんないといけないとかになると、なんか星優馬みたいになっちゃうんでね、大リーグ養成ギブスみたいになって、なんか怖いお父さんになってもいけないんで、家族との関係も柔らかく保ちながらっていうところは私も同じように思っております。そうですね、はい、でね、はい、株のその勉強を進めていく上で一番大事だと思われる点っていうのは、ストーンさん的にはどういうところにあると思います？そうですね、やっぱりさっきもちょっとお話ししたんですけど、やっぱりこう続けていくことが重要かなと思うんですね。まずはそうです、儲けるっていうのがまあ一番ではあるとは思うんですけども、その前にですね、やっぱ続けないとそう簡単にはやっぱ儲けさせてくれないんで、やっぱ続けていくっていうことが大事かなと思います、ね、それにはやっぱりこうね、やっぱ大きくかけたりとか、もうすぐに簡単に稼ごうとか稼げるっていう、そういう考えをちょっと一回こう置いてもらって、できるようになったら戻してもらってですね、やってみようっていいと思うんですけど、やっぱりその、僕もそうだったんでよくわかるんですけど、もうすぐやっちゃおうとかね、なっちゃうんですけど、やっぱりそれは良くないと、それがやっぱりこう、諸悪の根源だなというふうに思いますんで、そこをやっぱりこう、ブレーキかけていくっていうのがいいのかなと思いますね。それをやるんだったらやっぱ勉強して練習した方が、絶対早回りっていうかね、急がばもあれじゃないですけど、うん、そういうことになると思いますんで、ちょっとベタな話になりましたけど、まあ、結論はそういうことかなっていうところですかね。はい。いやー、これはね、何に関してもそうですよ。焦っていいことってあんまりなくって、だからといって、のんびりしておいてもいけないんで、やっぱタイミングは非常に大事で、どの辺までに、どのぐらいの自分になっていようかなっていうね、まあそういった組み立て方っていうのは、他の分野でも結構同じで、まあ、例えば、彼女とデートするにしても、いきなりデートに誘ったらね、何この人ってなっちゃうんで、まず仲良くなって、普通の会話ができるようになって、お互いの好きと好みが多少分かるようになった時に、ちょっと食事でも行かないみたいなね。ちょっと次の日曜日どうみたいな感じだと、うまくいくのかなと思いますけども、そういうのに似ていたりとかね、しますかね。そうですね。確かに。まあでもやっぱりね、恋愛に例えることも多いと思いますけども、慎重かつ大胆っていう、この相反する二つの気持ちを持っていくこともすごく大事ですし、あとやっぱね、やっぱこう年齢的に、まあ私たち50前後になってくると、焦っちゃう気持ちありますね。だからその焦る気持ちをペースメーカーみたいに、自分のペースって焦ってんのか、それともちょっとのんびりすぎなのかってことを見ていただくためにも、コミュニティに入って、自分を客観的に評価してくれる人を置いた方がいいですね。そうですね。自分だけだと分かんないですからね。これでいいのかなってなっちゃいますから、ね。そうなんです。ただ不安になるだけなんで。そうですね。本当にね、悪いスパイラルに入っちゃいますから。やっぱ他者との比較、同じ投資家を目指す人との比較っていうのは非常に参考になるのかなと思いますね。そうですね。
まあ、競争じゃないんで、ね、なんかこう、頑張れ頑張れじゃないんですけどね、やっぱ自分がどのくらいにいるのかっていうのと、うん、ペースがどうなのかっていうのは知ることできますからね、コミュニティに、はい。そうですね、そういう面はありますね。まあ、ですんでね、多分、ストーンさんが運営されていて、毎週土曜日になんかみんなでね、お話ししようかみたいな、取り組みっていうのはすごくいいと思いますし、あとはやっぱり人数が少ないから、いつお問い合わせをしても返信がね、そんな3日後とか1週間後ってことがないと思いますんで、ちゃんとすぐ帰ってくるから、そういった意味では、ギャップ調整がしやすいのが、この小さなコミュニティの最大の利点かなと思いますんで、改めてね、株で何とかしようと思う方は、ちょっとストーンさんともっともっと深い仲になっていただければなと思うわけなんですけどね。それでですね、やっぱモチベーションを保つためにはどんなことすればいいかってなったら、いろんな話が出てきてまた長くなっちゃいますんで、これはまた別の時間に置くとして、今年の4月からですね、高校で金融の教育、これ授業でスタートするらしいですけども、これ皆さんご存知ですよね、やっぱりね。これについてストーンさんどういうふうにお考えです？そうですね、なんかこう、高校の授業でやるみたいですよね。で、うん、やっぱりその、まあ、なんで今そんなかね、投資なのかなとか今更と思っちゃうんですけど、まあ、いろいろ思惑はあると思うんですが、まあ、それはそれで勉強されるといいと思うんですけどね。まあ、こういうもんだ。まあ、嘘は書いてないと思うんですけども、まあ、それを使ってじゃあ、お金が増やせるかというとちょっと怪しいとは思うんですけども、まあ、基礎としてそういうのはいいんじゃないかなと思いますけども、やはりですね、自分のお金を使って、現生っていうかね、実弾を使って、お金を増やした経験がやっぱり一番強いんじゃないかなと思うんで、やっぱりまずはですね、トレードから始めるっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。わからない、その、なんか金融情勢とかね、まあ、ちょっとわかんないですよね。不動産投資にしても、わかんないじゃないですか。プロなら、まあね、あれですけども、そうではない人が大半なんで、そう、わかんないことに自分のその、命と同じぐらいのね、大事なお金を、ポイッとやっちゃうというのは、それもちょっと無責任だなというふうに思いますので、まずはそのトレードっていうのをやって、すごくいろんなことがわかりますんで、その大事なお金をどうやってね、こうやっていくのかっていう、仕事とは違う、こう、考え方っていうのが出てきます。あれですよね、久保さんも社長なんで、すごく共通点あると思うんですけど、会社経営みたいな感じじゃないですか、トレードにしても。なんかこう、ね、経費使わないとお金が入ってこないし、みたいな。そういった面があると思うんで、まあ非常にそういうのいいんじゃないかなと思いますね。だから、やっぱりその学校で勉強するっていうのはすごくとっつきやすくなるんでいいと思うんですけども、それとはまた別に、本気でやるっていう、これからね、高校の時にその授業で教えるっていうのはなんでかっていうのよくわかんないんですけど、うん、まあ、この先でも考えてみると、就職するとこも怪しくなってきましたよね。大企業っていう、日本の産業自体がもう、だいぶ減ってますよね。電子産業なんかなくなっちゃいましたからね。うん、だから次も車も危なくなってきてるんで、うちの子供なんかの就職はどこにするのかなみたいなね、とこがあるんで、まあそういった面もあるんでね、投資っていうか、まあ、そのトレードっていうことから始めてですね、お金を増やして、それからまあ不動産でもこういうね、分かってきたところでやったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、なので、そうですね。質問は、そのね、学校で、まあ、それ、教育されるってことなんですけど、まあ、それはそれでいいとして、まあ、自分でもやられたら、どうですかっていうことでしょうかね。はい。いや、でも、ストーンさんね、高校生の、まあ、息子や娘たちがトレードを学校で学ぶってことは、そのお子さんを抱えるお父さんお母さんも、ちょっとトレードに、興味出していかないと、やばいなと。だから全体的に投資が身近になるんではないかなっていう気はしますし、まあそもそも投資って結構私たちの人生になんか身近だったのかなと思うんですよ。例えばどの学校を選ぶかとかね、どの授業を取るかとか、誰と付き合って誰との交際を断るかみたいな人間関係の作り方も、すべてどんな情報が入ってきて、どんな思いをしてっていうのは、まあ言ってみれば、投資的な考え方ができることが結構多いのかなとかね。まあ、しまいには最近はね、親ガチャとか言って、生まれた時にチャンスねえよみたいなこと言う人がいるんですけども、それはちょっと言わない約束してもらいたいですよね。まあけど、投資っていう世界は本当にね、何ですかね、スカンピンからでも登っていける世界だと思いますんで、何かね、特殊な能力がなければ、プロ野球の選手にはなれないし、特殊な能力がなければ、
東大に行って官僚にもなれないしっていうものではなくって、それに比べると投資ってのはもう全ての人にそのチャンスが渡されてますんで、あとは本当は自分の内側をどう鍛えていくかっていうことに尽きるのかなと思うんですよ。そういう意味では投資ってのは私はすごく平等だなと思うんですよね。何にもないところから這い上がっていって大金持ちになる方法がもしあるとしたら投資以外はちょっと考えられないなっていうところですね。確かにそうですね。はい。でね、今まで株トレードをやっていて、ストーンさん的にね、あ、これ良かったなって思うことってなかったら、ちょっと今日ご参加の方にシェアしていただきたいんですけど、いかがでしょうか。はい。そうですね。まあ、あらかたお話ししちゃったんですけども、やっぱりこう、時間が取れるっていうようになるっていうのがすごくいいなと思いますね。で、その、このトレードの技術をこうね、身につけちゃうと、ずっとってことはあるんですけど、まあずっとだから勉強と練習していかないといけないってことなんですけどね。まあその練習もですね、旅行先でもできますし、ノートパソコンさえあればですね、まあパソコン、スマホでもできると思うんですけど、まあパソコンでね、ノートパソコンあればですね、どこでもまあ練習も勉強もできますしね、これ非常にいいなと思うんですよね。時々なんか、ちょっと、どっか連れてってみたいな話もあるんで、うちも。なんか旅行とか行ってもですね、パソコン持っていけばですね、まあ、ちょっとね、ずっと一緒ってことじゃないんで、ちょっと時間を取ってですね、喫茶店とか入ればね、いろいろできますんでね、すごく、自由な時間がすごく増えたなっていうところですかね。はい。で、お金も入ってくるというところで、すごくいいなと思いました。はい。ありがとうございます。確かにね、私たち、ストーンさんとか私とかが、10代の頃って、副収入っていうと、疲れた体に鞭打って、会社が終わった後に、まあ、コンビニでレジを打つとかね、家庭教師をするとか、まあ、深夜の道路工事にガードマンとして登場するとかね、全部時間と体力吸われるものばかりで、まあ、続かないんですよ、これは。はっきり言って、体力使うものと体力使うものを掛け合わせて、本業、副業ってのは続かないんですよ、これは。まあ、せいぜい1ヶ月ぐらいの話なんで、これは非現実的だなっていうふうに思いながら今の時代を迎えたわけなんですけども、トレードってのはね、確かに体力取られないですし、知識は増えていくし、で、時間はね、それほど取られないんで、私もね、トレードをなんかその2歳の息子を膝に乗せたままトレードとか相場解説とかやってますけども、別にできますんでね、それは。まあ最大限環境に左右されない副収入があるとしたら、まあトレードになってくるのかなっていうのはね、やっぱこれは私も利点だと思います。まあ旅行先でも当然今インターネットもあってできますし、スマホのすごくテクノロジーも上がってきましたんで、もう遜色ないですからね、この辺でも。うん、まあなんせ、その場所に行かないとできないっていう制約がないだけでも、かなり収入源としては広がっていくなと思いますね。はい、ありがとうございます。でね、今回この株スクール、株のスクールをされてるわけですけども、実際に、じゃあ勉強していこうかなと思ったときに、必要なものってのはどんなものがあると思います？そうですね。必要なもの、そうですね。気合と根性ですか、ね、違いますね。必要なものって本当に少なくてですね、なんかこう、最初にこうお金いっぱいかけて、なんかをこうやんなきゃいけないとか、そういうことなくてですね、パソコン1台あればできますね。パソコンと、まあ、あと、細かく言うとチャートソフトがあるといいかなって感じですかね。はい。まあ、それでできますね。それだけでできますんで、非常にこう、お手軽というか、で、お金もだからかかんないんですよね。強くなって、勝てるようになって、お金がどんどん増えてきてですね、まあ、証拠金がすごくもう1000万、2000万、1億ってなってもですね、パソコンの数が増えたり、モニターの数が増えたりってことはないんですからね。やってること同じなんで、そこがだからすごく夢というかね、実際にそうなるんで、これはやっぱり仕事とは違いますよね。仕事って同じ仕事やってても、やっぱり同じ効果しかできないんですけど、一人だと。でも、パソコンがあればですね、パソコンっていうか、まあ株とか FX っていうのはそういうとこがやっぱ違うのかなってとこですね。だから技術を、手にしちゃうと、やっぱりそれを鍛錬していけばですね、増えるというか、もう、ぎゅっとこう上がっていくわけですよね。その辺がやっぱりこう、年取ってくると、やっぱりこう、先ほどね、先生おっしゃったように、こう、体力的にも難しいんですけど、マウスがこう動かせれば、できるんじゃないかなっていうね、ところですね。車椅子でもできますということですね。はい。
だから必要なのはパソコンがあれば、まあ、おおむねできるんじゃないでしょうかね。はい。はい。ありがとうございます。まあでも冒頭に言われたね、気合と根性ですか。やっぱ気持ちの面ってすごく大事なんで、絶対にこの投資で自分は人生を切り開いていくんだとかね、家族を養っていくんだとか、諦めないぞっていうのは、やっぱり持たなければいけないのかなと思うんですよ。ただし、気合と根性だけではダメですからね。そうですね。うん。だから、こう、パソコンももちろん必要なんですけども、そう、勝つための技術っていうのは、もうすでに技術をね、持った人から教わってインストールしていただければ、あ、もう株式市場っていうのはね、その一定の法則で動いてますんで、その法則を知って、その法則に逆らわないように、相場に合わせたエントリーと利確、損切りを繰り返す。ただこれだけだと思いますよ。損切りと利確エントリー、これ以外にやることあるかって別にないんで。裏技ないですね。うん。裏技ないですもんね。ないですね。裏技結局ないんですよ。ないですね。うん。だから裏技を探し出すと、いろんな商材買って終わりになっちゃうので。行き止まりですよ。何にもないですよ。本当に。うん。だから、きちんと導いてくださる方とね、やっぱり、一緒に、その相場の世界を歩いていく。で、失敗も全部自分の中の蓄積された知恵とか知識とかになりますんで、まあ、早めにね、実弾を込めてない時に、実際のお金を入れてない時に、たくさんたくさん失敗して、あ、これが失敗なんだ。じゃあどうやったら失敗じゃなくなるのかなってことを繰り返していくことによって、勝利への道が開けていけると思いますんで、その時までね、失敗続きで諦めるんじゃなくて、失敗続きはいいんだというふうな気持ちの転換をしていくことと、やっぱりね、上級者の方でも、悩んでいるんだ、苦しんでいるんだ、のたうち回っているんだってところを見てほしいなと思いますね。そんな楽勝でポン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 勝ってるわけじゃないですから、ね。そうですね。はい、ありがとうございます。ではですね、時間も来ましたので、そろそろまとめていこうと思いますけども、今日は本当、シトンさんありがとうございます。ありがとうございます。で、これね、もう早速 YouTube の方に多分今日トラブルがあったんで自信がないんですけども、撮れていると思いますんで、ストーンさんと詳しい話をね、したいんだよとかね、もっともっと話を聞きたいんだよって方は、どういうふうにすればよろしいですかね。あ、そうですね。メールの方に、株の件ということで、投げていただければ、お答えします。お答えしますというかね、対応しますんで、メールアドレスがですね、こちらですね。ちょっと書いておきました、今日は。お、ありがとうございます。あ、これ逆になっちゃうんですかね、これ。見えます？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい。こういう感じなんで。で、どうしようかな。どうすればいいですか、これ。いや、これでいいんじゃないですか。あ、いいですか？大丈夫ですか？はい。もうこれで十分書き取れると思いますんで、そんなに文字数も多くない。これ、録画されてるんですもんね。録画されてると思います。そう、今日は自信がないです。はい。あ、大丈夫です。で、あとですね、まあ、ご質問とかいろいろあると思うんですけど、それとは別に、まあ、メールいただいた方に、もう皆さんにですね、まあ、プレゼントもちょっとご用意しております。はい。ですね、簡単に勝つ方法があります。それじゃない。裏技ですか？今日は裏技の紹介を違う。そうじゃないんですね。2週間ですね、2週間僕のそのコミュニティに入っていただいて、まあ、その間でいろいろちょっと知っていただこうかなと思いまして、基礎動画とかそういうのもありますんでね、お話を、まあ、コンサルっていうとちょっと上から目線であれなんですけど、今どんな状況でこういうふうにやりたいんだっていうのをおっしゃっていただければですね、そういうのは対応してませんとかですね、これはこうやったらいいですよっていうお話ができると思いますんで、うん、ご相談いただければですね、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと2週間っていうね、ちょっと中途半端な時間ですけども、その間ですね、さっきの土曜日のちょっと勉強会とかですね。あとメールとか、うん、動画のやり取りなんかもできますんで、株にね、興味あるとか、ちょっと始めてみたいって方はですね、おっしゃっていただければ、お気軽におっしゃっていただければいいと思います。先ほどのメールアドレスに、送っていただければ対応いたします。はい。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、すいません。私の方で、パソコンのトラブルがあったんですけども、それを除いてはすごく有意義な時間になって、で、時間を追うごとに参加者も増えてですね、なぜか。本当にありがとうございます。ありがとうございます。株っていうのは本当ね、どっかの雲の上の存在じゃなくて、私たちのほとんどが株式会社に勤めてます。アルバイトでも、正社員でも。ということは、この株式市場の上に乗っかってる、まさにプレイヤーなんですよね。まあ、ですんで、それを労働で終わらして、
株式投資をやってる人の餌食になってしまうのか、それとも労働してる人の、まあ、上に立つわけじゃないんですけども、自分も労働者の一部としてね、レバレッジを効かせる意味で、例えば自分の勤めてる会社の株を買って自分の働きで自分の会社の株を上げるみたいな考えもとてもいいと思いますしね。そうすると仕事にも張り合いが出てくると思いますし、なんで頑張らなくちゃいけないのかっていう意味も見えてくるかと思うんですよ。まずはね、自分の欲望を叶えるために打ち込んでみる。それが株式投資であるっていうのは、私はね、すごく、早い最短距離と言ってもいいぐらいの方法だと思うんですよ。で、再度ね、ストーンさんの株スクールを私の方からもお勧めしてですね、今回のこの放送を終わっていこうと思いますけども、ストーンさんから最後に一言皆さんに声をかけていただいて終了にしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日どうもありがとうございました。で、やっぱりこの技術ものなんで、やっぱりね、技術がついてしまうと、これ技術をこう、どっかに忘れてくることないんでね、やっぱりこう、ある一定の時間だけ頑張ればですね、こうできますんで、簡単にとは言いませんけど、簡単にではないんですが、一人でやると結構大変ですけどね、みんないて一緒にやると、やっぱりこう、同じようにこう行くと思うんでね、スピードはもう皆さん違いますけど、確実にこう行きますんで、で、そんな難しいもんでもないんですね。やっぱりお金がかかってるんで、さっき言ったみたいにこう、続かないってことがあるんですけれども、まあテレビゲームなんか皆さんやったことあると思うんですが、あれなんか繰り返し、ただで、まあ、ただじゃないですけどね、できるじゃないですか。ゲーセンで100円入れればもう一回できますから、まあ、ゲーム機持ってればただでできますからね。で、それ繰り返せば必ずできるようになるのと一緒なんですよね。同じ画面の情報しかないわけですから、同じなんですけど、やっぱりお金がかかってくるんで、長続きしないってところがあるんでね、その辺の、うまい具合に、こう、スピードを緩めたり、早めたりっていうことを、ね、皆さんでこう、コントロールしていけるんで、一人でやるのはやっぱり全然違うかなと思います。はい。で、皆さん近いんで、そんなに、僕のコミュニティで何万人もいるわけじゃないんで、ね、仲間としてやっていただければいいかなと思いますので、ぜひですね、メールの方をいただければですね、幸いでございます。今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ということで、本当にね、改めてですけども、ストーンさん、こんな、お人柄ですから、本当にユニークで、それで熱心でね、私も本当に素晴らしい方に出会ったなと思っております。ぜひね、株で月収1000万を目指してない方、ね、とりあえず3万5万の副収入が欲しいんだよって方は、うってつけですから。で、ゆくゆくはね、副収入30万、50万みたいに増やしていけばいいじゃないですか。それは、もう、証拠金と、あと自分の力とのバランスですから。いきなりね、月収100万ははっきり言って、そこまで投資に当てる金額はお金ないと思いますんで。それはないです、皆さん。とりあえずね、3万、5万が難しいと思うんだったら、月に3000、5000でもいいじゃないですかね。確実にお金が投資で増えるっていう体験をしていただいて、次のステップ、次のステップ、次のステップっていうふうに、やっていただければよろしいかと思います。で、どうしても月収1000万が欲しい方は、ちょっとストーンさんの株スクールでは間に合わないんで、高額なね、株スクールを探していただければいいと思いますけども、ちょっと聞いたことないですけど、そういうところはね。でも1000万、2000万も、1000円からいかないと、いかないですからね。そうですよね。絶対、お金あっても1000万は稼げないと思いますんで、そうです。株の場合は、やっぱり、順序がありますからね。はい、はい。まずは、僕のところ通っていってくださいね。はい。その通りです。その通り。本当にね、ぜひね、株スクール、ストーンさんの株スクールを通過して、もっともっと広い世界に出ていってもらいたいと思いますけども、ちなみにこの株スクール、なんかかっこいいタイトル、なんか、そろそろ。タイトル、そう。もう早1年ぐらい考えてるんですけど、また、なんです。ちょっと考えます。はい。まあ、前回も考えますって言いながらできてないんですけど、はい。はい、まあ一応ね、ストーンさんの株スクールということで、私も呼ばさせてもらいましたけども、その辺も、何ですかね、コミュニティ運営の楽しみですから、タイトルを聞きますけどもね。そうですね。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。皆さんどうもお疲れ様でした。遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございます。また YouTube の方に投稿しますんで、はい。ありがとうございます。お疲れ様です。さよなら。